勝利だね。ほとんどの客がうち目当てじゃん。やっぱライブは気持ちいいわ。絶頂感。もう行っちゃって大変。男とやるよりか。それは男次第。うん。こうなったらブラスト東京進出。プロ目指すしかないっしょ。冷めてるね、国立大生は。お前は旅館の跡取り息子だろ。だから就職も決めずにのんきなこと言えるんだよ。そりゃあ簡単にプロになれるとは思ってないけどさ、俺らだったらやれそうな気がすんの。レンだってさ、そう思うだろ。なんだよ、もう酔っ払ってんのかよ。っていうかさ、とりあえず乾杯しない？え？まだしてなかったっけ？ごめん。ほんじゃ今日もライブ大盛り上がりを祝して乾杯。はい、はい、ノブ、はい、マジスティン、はい、危ない危ない、はい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 、上がった上がった、ブラストバタイ！ダメだあいつ。持って帰るか。死んじゃうって。俺タクシーで送って帰るわ。奈良安さんお金持ち。さすが弁護士の卵。じゃあお疲れ。うい！あ、待てよね。あのことノブには俺から話しとくから。奈良にはお前からちゃんと話せよ。え？何の話？寒い。風邪ひくじゃん。私の美しい声が出なくなったらどうすんの？なあ、北海道とかねえの？今ファンからのプレゼント。お、かっこいい。かっこいい。私たちの出会いを覚えてる？私は運命とかかなり信じちゃうたちだから、これは運命だと思う。笑ってもいいよ。
んなさい。こっちこそごめん。痛くなかった？全然平気。そう。あの、ここ空いてますか？どうぞ。お客様にお知らせします。積雪のため当列車はしばらく停車いたします。お急ぎのところ申し訳ありませんが、運転再開までお待ちください。急いでるのにいつ東京着くんだろう。大丈夫？はい、とりあえず。今時の女子高生は違うね。私も二十歳ですけど。え？ごめん、同い年か。同い年？嘘、見えない詐欺。あ？はいはい、ナナです。庄司？そうなの。このままだと夜中とかになっちゃう。いいの？じゃあ時間分かったら連絡するね。うん、じゃあね。彼氏東京の人？ラブラブだね。あ、男追っかけて東京行くんだ。違うっていうか、まあそうなんだけど。どっちだよ。元々は地元で同じ専門学校だったの。でも東京の美大受けるために1年前に上京しちゃって。なんでその時一緒に行かなかったの？庄司が、彼がダメだって。なんで？私には目標もお金もなかったから、そういう闇雲の行動は良くないって。なるほどね。それで泣く泣く地元残って上京資金貯めて、庄司が大学受かったら私も行くって約束で。だから東京行ったら追い返されないように頑張んなきゃ。雪吊りの人に何話してんだろう。ごめんなさい。いいじゃん、もっと話してよ。まだまだ長い旅になりそうだし。じゃあ聞いてくれる？もう実は今のろけたくてしょうがない気分だったの。ねえ、ビール飲みたくない？いいね。すいません、ビールください。じゃあ庄司の大学合格に乾杯。それ私関係ないし。じゃあさ、同い年の女が同じ電車で同じ時刻に上京する、この偶然に乾杯すっか。それいい。それとあともう一つ、私もナナって言うんだ。ナナちゃん乾杯。